はい、キンメデンリョウでございます。ここはちょっとね、まだ確定してないんでね、はっきりしたか分からんだけど、一応宮内庁の管理でございますからね。あら、残念なことになってるね、これ。これこれ枯れましたかな。これ綺麗なね、いやー残念、枯れてしまいましたか。いやー綺麗に、ほら、あら残念でございます。これかなりね、樹齢がね、何百年かなるかもしれんな。これ左側ね、ここは水入ってるんだけど、右の方、右の方はね、左の方はちょっとわからないんだわ。こちらの方のね、松は綺麗にまだ、こんな感じで、ものすごくね、伝統構えてよかったんだけどね、松は。残念でございましたね。こんな感じだったんです。あ、これもだいぶ古いね。いやー、この樹齢だいぶいってますね。わしはよくわからんけど、それはもう100年とか200年とか、もうそんなすごい年齢 でございますね、これ。年輪でございますね。ね、かなり年齢。飛鳥村に唯一ありますね、前方公園でございます。大きさちょっと小ぶりで120m ぐらいだったかな。ちょっと小さいんですけどね、天皇陵としてはね、ちょっと小さいかな。丸山公園じゃないかという人もおるし、ちょっと分かりませんけどね。丸山公園も昭和の時代にね、石棺が2基、土砂崩れで出てきたらしいんだけど。あ、そうだ、そしたらおまけに猿石回ってこうか。猿石、あら、ちびひめの巫女の墓。そうやな、その墓、そうやったね。猿石、あの中入ってんだよ。ちょうど西日が入って、ちょうど西日でございますね。ここはね、一応古墳でございます。ビタ天皇の、どうなんでしょうね。お墓きれい見えるわね。これ5体あるわけで、1、2、3、4体しか見えるの。1、2、あれ3、4体、5体で聞いたけど、4体やったっけ。それは分からんな。1、2、え、分からんか。あの向こうの衣装なんだね。あれ関係ないか。あら、ほんまやわ。これはこの後ろがおそらくあれ掘ってあんのかね。ほんまや。これなんだ。これは灯籠やな。4体しか見当たらんの。5体で聞いた。俺勘違いかな。勘違いでございましたか。ほんまや、あの後ろから見たらええんやろ。後ろから見られへんねんな。すごいね。ねえ、ほんまや。
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。寒い日でございました。